ウバオ。皆さんこんばんは。今日はお金が必要だから青バラを収穫するぜー。お金が必要ということはもしかして、橋とか坂の工事をしてくれるだも？残念だなタヌキチ、今日はそういった類の工事はしないつもりだぜ。しょんぼりだも。タヌキチのやつふてくされて帰っていったわね。最近タヌキチの登場が減っていたからなんだか申し訳ないことをしたよな。それで橋とか坂を作らないのに大金が必要って一体どんな島くりをするつもりなのよ。そのことなんだが。ウゴアオ洋風な案内所を作ってください。というコメントをいただいたので今回は案内所前の飾り付けをするぜ。なるほど、洋風な案内所を作るということだからお金がかかっちゃうのね。そんなにお金をかけて案内所を飾ってくれるだも？それなりに立派に飾るつもりだぜ。嬉しいだもー。もしよろしければ坂か橋の工事も。しつこいわよタヌキチ。レイムさんごめんなさーい。自宅前の青バラで青いバラのリースを作って、タヌキ商店で売ってしまえば。では計算しますと、合計72万ベルでのお買い取りでいかがでしょうか？波数の340ベルは服とレシピを売った金額ね。よしこれだけあれば満足いく案内所作りができるかな。おい霊夢大事なことを忘れるところだったぜ。何よいきなり。2月14日に住民にあるアイテムをプレゼントすると特別な会話が聞けるらしいんだ。なるほどリアルな世界では体験できないマリサにとってはめっちゃ嬉しいイベントよね。世界中のって書いてるからゲームの世界もってことだよな。素晴らしいポジティブシンキングね。ってことなのでまだ買ってない人はハートのチョコレートとハートのバラブーケを注文するんだぜ。さあ案内所前の工事をしないとな。まずはその木をどうにかしないとね。それにしても海から案内所までが近すぎだな。案内所から飛行場の距離も近いのよね。それが原因で今まであまり案内所を派手に飾れなかったんだぜ。でも新しい家具さえあればこの少ないスペースでも立派に飾れるはずだからな。ふむふむ。ではではお城シリーズを使って案内所前を飾るわけなんだが、お金のかかるしまくりってことだったからやっぱりお城家具を使うのね。どの色にするのか迷っちゃうな。まだ使ってない色にするのが面白いかもね。じゃあライトブラウンを選択かな。アラブの石油王のお城みたいになりそうね。お城の壁はいくつか収納にあったけど門と塔は必要な分を注文しないとな。いくつ必要なの？門が3個、塔が2個だぜ。それだけで98万ベルのお買い上げね。さっき売った青バラだけじゃ全然足りてないじゃないか。まあ仕方ないわね。それでは崖工事からやっていくぜ。その崖上にいろいろ飾るのね。崖の面積は狭いけどお城株さえあればそれなりにボリュームが出せちゃうぜ。縦3マス横5マスといったところね。これを左右対称に作るつもりだけどまずは左だけ。とりあえずここの地面を石畳にしてと、お城の門を設置してみるぜ。地面と門の色が合ってないような。テラコッタの方が良かったかな。塗り替えるのはちょっと後にして、やってみたかったことを先にやっちゃうぜ。門の入り口のところに滝を作るのはアプデ後からよく見かける手法よね。前出が禁止にしてるからこの手法はめっちゃありがたいぜ。ここにお城の塔を置いてと。マリサリメイクリメイク。これはまだ実験的に置いただけだからな。下から見て確認。小山田劇場の時と同じで完全にお城ね。ここに黄金騎士を飾りたいから霊夢、持ってきてくれないか？黄金騎士？マリサもしかしてレシピを持ってないのね。久しぶりの登場、ネギがない塔の霊夢ちゃんよ。最近ネギがない塔で活動してないからみんなに忘れられてるんじゃないかな。パッチくんにもやが？あ、霊夢くんちょっと考え事してたから、他の島へ引っ越そうかと思ってるんだ。一人前の大人になるためには広い世界を見て回う方がいいってテレビで言ってたんだよね、悟空。テレビはゲームを映すデバイスでしょうが。突っ込むところはそこなんだな。さすが霊夢だぜ。あつ森の中の住民は静江さんといい結構テレビ番組が好きよね。黄金騎士を作る前にプレートアーマーを用意しなくっちゃね。黄金騎士の作成はかなりハードルが高いんだよな。レシピの入手は困難だし一般的な黄金家具と違って金鉱石が2つも必要だからね。霊夢、ゴールドプレートアーマーを6個ほど用意してくれよな。贅沢なやつだな。それと黄金の壺も欲しいんだけど。さすがに私でも黄金の壺のレシピはまだ持ってないわね。仕方がないからこの立派な壺をマリサに譲ってあげるわよ。それともう一つなんだが。なになに？高級車を1台。使ってないから持っていくわね。助かるぜ。それじゃあプクリン島へ。ってこれが今のプクリン島なわけ？飛行機の窓から見えるところには何もないんだな。はい、それじゃあ高価な家具のお届け。案内所前に置いていってくれよな。ごちゃごちゃしてて道がわかりにくいわね。ごちゃごちゃが私の島の売りだからな。それじゃあここに置いていくからね。霊夢ありがとうだぜ。それじゃあまずは黄金騎士という名のゴールドプレートアーマーを飾るぜ。そしてここにお城の塔を置いてと。ゴールドプレートアーマーはそれなりに背が高いから下から見ても十分に存在感がありそうね。首から上しか見えないけどハルバートがあるから見栄えがいいな。
それじゃあ右側も同じように崖工事をしていくぜ。お城部分は左右対称にするの？そうだな、滝とお城家具、それに黄金騎士は左右対称にするつもりだぜ。でも完全に左右対称にするのは面白くないと思うから一段目の装飾は左右で少し変えてみようと思ってるぜ。そうなのね。お城部分を左右非対称に飾るのって難しいよな。大体の建築物が左右対称になってるものね。左右対称の方が綺麗に見えるんだろうな。整ってる感じがするものね。今の段階はこんな感じだけど、もう少し色々飾ってボリュームを出したいところよね。じゃあ先に1段目から飾っていこうかな。園芸和紋なかなか可愛いものを飾るのね。黄金騎士だけだとちょっと味気ないからお花も必要だと思ったんだぜ。あと滝が流れてるからこんなものも持ってきたぜ。神さん、キャンサーのテーブルに金の水瓶を乗せてより豪華にしてみたぜ。どんどん金ピカが増えていくわね。これは滝の前に押しておこう。右側のこの位置は園芸和紋じゃなくて滅場者を飾るぜ。ほうほう。真ん中は案内所の広場に合わせてレンガの道を塗っておこうかな。マリサ、リッキー君がお怒りのご様子よ。地面を塗り終わったら話を聞きに行かないとな。あれれれ？やっほー君っち。どうやらもう怒りが収まったご様子だぜ。話しかけるのが遅かったわね。それじゃあ2段目にもう1枚お城の壁を追加で。黄金騎士も追加するのね。6体も作ってもらったんだから全部飾らないとな。ではでは左側も同じように飾るぜ。ゴールドプレート、アーマーと壁の間に隙間ができちゃうけど、何か目立つ家具を置きたいな。右側の滝の前はアクエリアスの水瓶を飾っておくぜ。星座家具はこういう場所で結構使えそうね。さてここにお城の門を置くぞ。左右の門の手前に飾るのね。狭い場所だからこういう飾り方になってしまったんだが、なかなかいい感じだと思うわよ。二段目の隙間に置く家具なんだが、三日月チェアはベストチョイスね。色はオレンジが合いそうかな。それじゃあこの位置に三日月のチェアを置いちゃうぜ。左右対称にしたいから左側は奥から設置。綿あめの屋台をどけないと動かせないわね。あとは霊夢に持ってきてもらった高級車と豪華な壺を飾らないとな。ねえねえ今暇してる？よかったらこれからあたいと宝探しゲームしない？もも、も暇じゃないから当然断るわよね。暇でも忙しくてもブーケさんの頼みを断れるわけないじゃないか。ダメだこや。宝探しなんてすぐに終わらせてやんよ。まあ島に何もないところが多いから歩きやすくて本当にすぐに終わるかもね。穴を掘って探し物をする習慣がないから結構いろんなものが地面に埋まってそうだぜ。埴輪も化石も放置状態なのね。埴輪は欲しいけど化石はもういらないから掘るのが面倒なんだぜ。化石は住民へのプレゼントに使えるし売ると高いから結構重宝するわよ。化石の価値を全く理解してなかったぜ。あ、本当に早く終わっちゃった。それで一体どんなプレゼントがもらえるのかな。ジャンボはフリーズでした。ワンピースなら欲しいんだけどな。上の服だとスカートを履かないとみっともないものね。だからモモリーナにプレゼントだぜ。めっちゃブーケさんに見られてるわよ。しまったやっちまったな。霊夢に持ってきてもらった高級車をリメイクしないと。めっちゃバリエーションが多いのね。しかも中二病みたいな名前がついてるぞ。ゴールドインフィニティ、グリーンフォレスト、緑の森って普通よね。ブルーオーシャン、競争相手のいない未開拓市場っていう意味みたいよ。パッションレッド、ピュアホワイト、クラシックメタル、エターナルブラック、タヌキ開発のことかな。ちゃんとしずえさんには休憩時間があるんだから、タヌキ開発は永遠のブラック企業じゃないだな。も貪欲なタヌキ地にはインフィニットゴールド、無限の金がぴったりね。そうだよな。ぐへへへへ。それじゃあこの目立つところにタヌキ地が乗り回すであろう高級車を置いておくぜ。こんな派手な車絶対リアルでは見ないわよね。この立派な壺はそのうち金色にするつもりだぜ。金色の壺のレシピが早く手に入ればいいわね。それまで木製のパーテーションで少し隠しておくぜ。どうかな、この案内所まで続く道。距離は短いけどいいんじゃないかな。というわけで今回はここまで。次回も見てね。もももー。